세노 下町上町中町です。始まりました。今回は初対面じゃないんですけども、うん、質問コーナー、犬2音やめてもらっていいですか。どの子がでもちゃんとしてくれてるから、なんか自分の時のチャンネルもなんかティッシュにじっくり集中しないんだよね。足とか見てたりする自分の見させてくれてるから。犬2音ってしますか。コラボ中しかも自分の犬。そうですよね。2音ってことあるでしょ。我慢してください、それ。ごめんなさい、ごめんなさい。というわけで、まあ、質問コーナーとともにね、はい、話したいことを徐々に喋っていこうかなと思います。はい、さあ、最後までいきましょう。まあ、質問ちょっと募集してますんで、はい、まあ、ちょくちょくね、やっていきましょう。ちょく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 、ちょいちょくちょくコブナットの、まずヤマト君からなんですけど、はいはい、ぶっちゃけヤマト君のことどう思ってますか、JP 君。あやちゃん、聞きません。そっちなんだ、私じゃないんだね。あ、どう思ってるか、はい、俺ら、同じ職業だったら分かるけどさ、うん、あの努力はちょっとヤバくない？いかついっす。いかついよね。すごい。で、しかも熱いし、いい奴らだし、だから好きになった。けど、まあ、あやと付き合うとか、そういう話になってきたらまた話は別。それはもちろんね、ゼミになる可能性ももちろん。あんま調子乗んなよって思ってる。あんま調子乗んなよって思ってる。どんだけ触るの。もう、仮に触るの。慣れてないですよ、この触り心地が。これさ、ずっとやってるの。ずっとやってる。さっきも。え、ちょっと触らせてほしいかも。え、一円おこちゃん。なんでこの子を触るの。じゃあ、じゃあ、これやろうよ。一円ちゃんが目つぶって、どっちがこう。あ、誰が、誰がもみあげさんだよ。はい、決めとこう。じゃあ、一円ちゃん目つぶって。一円が目つぶって、あ、どっちのもみあげか。どっちのもみあげか。これとこれ。いや、わかるでしょ。長さ出てきた。いいから、いいから。これはもう僧侶の短さや。僧侶失礼。じゃあ、一人目です。どうぞ。え、なんかザラってしてんけど死ぬ。2人目です。どうぞ。2個目のコーク。そりゃそうだ。そうやろ。そりゃそうだ。俺なんかザラって青いもん。これ0ミリだから。ちなみにあげた注文の仕方0ミリ0ミリ。悪いことしたら0って言われた。悪いことした時だけやろ。注文の0ミリって金玉でしょ。なんでヤマト君の話が金玉を持ち上げられてる。いやいや、自分がずっと触ってるから。そうだよ。自分のせいで。そうだよ。俺、ようこれしますよ。これとこれ。ずっとしてるよね、さっきから。どうですか？熱っだったの。え？熱っだったの。めっちゃ緊張してる。特にほくろ。どう広げんの？ここにほくろがあって、どうですか？ここにさ、ほくろがおもろい。いや、もっとおもろいとこにある人おるから。これは全然おもろないで。どこにほくろあるみんな。一番面白いとこにほくろあった人勝ち。あ、でもどこでもいいです。言うのでもいいじゃないですか。ここにあったら面白い。あ、そういうこと？前がそこ。おもろくない前。いや、おもろい。めちゃくちゃおもろい。それ、虫歯やった。許されへんってことあります？お互いの人の人の、あ、人のね、なんか初対面でこれ言え。あー、店員さんにタメ口な人。あー、全然全然タメ口聞くやつめっちゃ嫌い。なんかおちんちゃんとかやったらまだ。確かに確かに、敬語とかそうだね。うんうん、全然僕には大丈夫です。大丈夫です、ほんまに。それあやちゃん言ってちゃいます。長いちゃん落ち込んでそうな顔してる。あー、お前全然落とせない。コウくんで落ち込まない。なんかな、なんか失礼なこと。なんか常に失礼なこと。なんか針刺してくる。僕は全然いいです。すぐ抜いてくれるの。ちょっと刺してくる。見余りぐらい。え、許されないこと。俺だ、俺はマジで。確かに敬語かもしれない。いや、めっちゃタメ口聞いちゃうんだけど、いろんな人に。大丈夫か。それはいいところ。そうそう、仲良くなれる。そうですよ。はい、じゃあ行こう。次。はい、嫌いな YouTuber。 あー、苦手なんですよ。嫌いな YouTuber か。苦手っていうか、苦手ですよ。あ、分かった。ガードマン、ガードマン。あー、ガードマンね。ガードマンはでも俺が単体だったら別に全然全然いける。それめっちゃ言います。そんな分かった。本当やばかった。その動画めちゃくちゃ見たい。楽しい。逆にね、ほんまに。あ、やばいよ、ほんと。
然もうこんなの、あやのセリフほぼない。まだあやのセリフもうほんとに一個も喋ってない、うん、逆にいますか。確かにでも全員的は全員的じゃん、まあ、逆にね、捉え方としてはね、逆に全員仲間とどう思ってる。あかっこいい。え、ワンピースみたいな。俺全然違うこと言ってる。俺がほんまハルコン負けやん。完全にね、全然違う。完全に負けた。逆に仲間だと思う。恥ずかしくなってくる、これが。かっこいい。めっちゃ尖ってる。ロンヒゲとルフィみたいな。それぐらい対立してない。絶対恥ずかしくなってくる。でも最近そう思うようにしてる、やっぱ YouTube やっててコラボしてもらうとか。いやでも、うん、今めちゃくちゃ人気あって伸びてるからと思うんですけど、いざ落ち込んできたら伸びてきた人に対して、確かに確かに、あーなんかもうそうだわ、変化あったら LINE ください。周りが仲間と思えなくなりましたね。それだけ、それだけ、それだけ LINE 出てきます。これ来ためっちゃ思うんですよ。どっちが大きいゲップ出せるか対決しましょう。あー、いいですね。ゲップキャラあるじゃないですか、はいはい、俺もあるんですよ、うんうん、ただ有名になってないだけで。これマジでこれミスでも負けない。不発しちゃってもはい、しかった。不発もこれもう実力のうちですから。全然やん、どうと思って全然やん。恥ずかしいね、恥ずかしい、今の恥ずかしいね。長い、まあ、長さ部門だね。すごい、尺部門では、尺部門カメラ回ってない時の方が全然確かに。いや、勝ちやん。チェックだった、打たないやつ。これチェックあったと思う。確かに、まだ出るよ。小宮城系ね。お前、ここの音鳴ってる。お前出たよ、出たよ、こんな対決が出た。通り道だった、ゲップの通り道が分かった。なんだお前、意味分からんやん。すごい、あんだけ待たしてくる。通り道の落とし心。なんか最近嬉しかったことありますか。一番最近で嬉しかったこと、一番嬉しかったこと、なんだろう。今ハモとか誰も言わんの。お互い気づいたよ、まあまあ、大将見てきたもん、これのことちらっとあります。最近嬉しかったこと、最近っていうかずーっと嬉しい。今もうチャンネルが伸び、伸びがすごくて、えぐいっすよね、マジでずーっと嬉しい、うん、正直。めちゃめちゃ幸せな人。ずーっと嬉しい。何言うことないやつみたいな。ずーっと嬉しい、ずーっと嬉しい、ずっと楽しいね。そうですね、え、だって4ヶ月で40万人、そうだね、10万。スカイピースさんが1ヶ月10万のペースで1年で100万いった。えぇ、ー、コラボ1回もせず、やば、1ヶ月10万伸びて、うん、1年で100万人、うん、ほんと同じ。自分で理解するのに受け口だったから。俺も同じこと言ってた。俺ら全然下手みたいになってる。まんまだ。すみません、ほんとに。倍違う。同じこと言ってた。同じトーンで言えば。割と深刻そうね。1ヶ月で10万人。今知った。自分から話し始めた。これが開発しました。一番おっぽい、自分が一番おっぽい。ガチおもろい。なんか、あ、ずっと嬉しい、ずっと嬉しい。長いわ。今今回話続けてほしい。まだ回そうかな、思ったら。ずっと後ろうるさいから回されて。おもろい、自分。自分おいしい。はい、最近一応私、でもいろんな人とコラボしてるのが嬉しいですね、やっぱ。毎日や、毎日楽しい。ずっと幸せや、この兄弟。毎日幸せよ。でも多分動画でも伝わってると思うけど、これは幸せを届けてるから。そうそうそう、幸せ。たまたまかっこいいこととか言うって決めてるんですか。俺ら幸せ届けてる。吉沢亮介の吉沢亮が仲間ち巡回。今のセリフは
絶対別にイケメンですよね。ずっと幸せなんですね、じゃあ。うん、でも最近本当に幸せだったかも。こういろんな人と関われるようになって、面白いってやっぱいっぱいあるから、YouTuber が。確かに、本当にそう。楽しい、それが。コラボが楽しい。YouTuber 最高っすね。最高。マジで。最高。あやなし。俺らなんて喋るのが好きだからね。うん。喋ってこんだけ楽しくて動画出せるの。いつでも出せるから。本当に毎晩出したいからこういう会話してええやん。本当にそう。確かにな。毎日幸せ、皆さんよかったです。じゃあ僕は何なの。確かに幸せなの。いや、言うよ。どうしたやり返しに来てるやん。何やろ。やっぱ収入増えたのかな。大人、大人、ビジネスだよ。もうビジネスなんだよ。増えたの。上がりました。収益上がりました。バカ上がり。そりゃバカ上がり。バカ上がり。でも楽しいです。楽しい。YouTube 乾杯っていうタイトルにします。みんなでこうやっておきますから。ってやってるサムネで。みんないつもありがとう。じゃあ自分が出会った中で、あの YouTuber とかインフルエンサーで一番おもろいなと思う人だ。お前一人しか出ない。待って待って。俺も一人出てます。一斉の出てきますから。おかしいやろ。誰にも伝わらない。ソロ高橋のないからね。あやの一番おもろいと思う人当てていい。いやいや、俺も分かる。そう、多分分かると思う。とうん、あー正解。おはようでやんす。おおおはようでやんすの人か。とわちゃんはもうあやもうほんととわちゃんで大爆笑ずっとしてるから世界一大好き。合いそう。めっちゃとわは誰よりもツボちゃん。あの顔で何言われて思うの。そうそうそう。しかもあれすっぴんだったらもうほんとやばい。終わるの。すっぴん見たことある。なんか骨の割りみたいな感じで、なんかあんまりにマジマジ。この世の終わりの明日終わるんちゃうかも。人の顔でさっき人の顔で使うとこだ。でも本当あの人すっぴんになるだけで面白いし、なんか喋るだけで面白い。確かに。そうそう、私大好き。一時すっぴんになった時トワさん似てるって言われた。なめんなよ、あの人すっぴん。謝るよ。すいません、こいつコメント欄で何件か。謝れ。すっぴんの席。あの人すっぴん見返すよ。謝りがなの。謝る。ほんますいません、お前。すごいぞ。あの人。じゃあこの世の終わりだと思われてるぞ。コメント欄で言われてる。ずっと遠いし、ずっと。俺、会ったことない。ずっとしてた。会ったことないのに。でもやばいよ、マジで。まだ迷っても隠してる。なんかさ、YouTube で今さ、その夜の人笑いとか、コムドットとか、ナコナコとか、それこそ中町あやとか、が第7世代に呼ばれてるじゃん。はいはいはい。YouTuber 第7世代みたいな。あれ、どう思う？俺は、それでくくられてるんやったら、むちゃくちゃ嬉しい。いや、ほんまにめっちゃ光栄です。 YouTube でも盛り上がってますね、また最近なんか。こう、新しい人たちがいっぱい出てきて。仲間っすか？仲間。仲間ってか、宝だよ。ゴロ言い出すやん。意味分からん。お宝だと思う。全然意味分からん。ずっと再生回数取ってる人になりたいですね。そうだね。バーンじゃなくてもずっとピーと。でも俺ももうちょい、あの兄弟のチャンネルが行ったら個人でもう一回復活して、うん、ちょっとバグったことやりたいんだよね。ね、バグったことないですよね。なんかチルビー削ってみたの。バグってんの。そうそう。全然チケット。チケットせえよ。削るのなんかはさすがに無理や。ちなみに何で削るの。ピューラー。俺絶対登録すんの。このチャンネル絶対伸びるよ。ピューラーで乳首削ってみたら誰でも見るでしょ。乳首さん乗せちゃダメだよ、全部モザイク。ただ違う、ただ違う、ただ違う。めちゃくちゃグロいや。逆に二人の目標にするところとか、それはもう芝のチャンネルかな。まあそうだよね。でもやっとちょっと絡めてるんですよ。あやなさん知ってくれてて、で前のクラブハウスでお話しする。うわぁ、なんか手がとろっきに来てるってなったらゾクゾクして。確かに。全然まだまだやるけど話せるとかも、なんかイタッチできてるから。確かに、あのあやなんと喋れるんだ。あやもボロボロ来てる。お前来てません。来てきました。一応来て、俺来て全然タッチできない。お前だけタッチできない。どうしてのこっちだけ。
や、ほんまになんか怖いっすよ。見てた人がやっぱ確かに、ほんとにすごい、それ すごい実感する、うん、これ半年前じゃ考えられないことになるから、うん、だと10万人ぐらいから一気にバーっていって、もう生活がもう変わりすぎて、もう仕事量が増えた。うん。まあまあ当たり前だ。すみません、でもなんか喋りたいんですよ。なんかあやちゃんとコミュニケーション取りたいんで、当たり前のことをあの聞いたりします。みんな話し合う。本当に当たり前。仕事量が増えた。生活変わった。言うてたからもういいねんって。生活変わったね。仕事量増えた。いかにやろ。みんな黙り込んでまうから、うんしか返すことないから。いちえちゃんって女、そう、聞いてるぐらいの、うんって言うやん。まあ、それがね、一応可愛いところです。はい、それもたくさん見れました。でもね、いちえちゃんのね、いちえちゃんの可愛いところいっぱい出てた。いっぱい出てた。終わります。めっちゃ嬉しそう。あやちゃん、だって自分のことだったら、もうやめろ。もういいんちゃいます。自分のトークで精一杯なの。ありがとうございます。ありがとうございました。中町彩さんのチャンネルでも、え、いや、中町兄弟、中町兄弟、俺のこと見えてないやん。ほんまにごめんなさい、マジでこいつ。中町兄弟のチャンネルでも動画上がってます。ないやら、見えてない。